はい、こんにちは、佐藤光郎です。僕は今日、那覇市にありますラクロベキッチンさんにいるんですけども、ちょうど2ヶ月前、はい、2ヶ月前にここで僕はかかず先生を初めて知りました、皆さん、はい、でそれまで僕は琉球の歴史にもともとそんなにごめんなさい、興味もないし興味もないっていうか興味なかった理由はかかず先生 の講演聞いた時に分かったんですけど、それも難しすぎたと思う、あまりにもこう、ぐちゃぐちゃしていて、まとまってないので、もう分からないと、でそこにやっぱり嫌悪感というか結局難しいことって、勉強しないじゃないですか、で2ヶ月前ここで初めてかかず先生 の講演を聞かせてもらって、はい、琉球の歴史ってこんなにもう豊かで、なんていうのかな、もうだからドラマ、これでなんでタイ語ドラマ作ってるんだぐらいな、もう琉球ドラマを、毎回琉球ドラマでずっといけるんじゃないかって思うぐらい、セゴドンって言ってる場合かっていうぐらい楽しかったんですよ。はいはいはい、でその時にたまたま 2ヶ月前ですけども、かかず先生にお会いする前々日に、宗四郎さんっていうフィリピンの上銀島に住んでる方にお会いして、その方が、こういうとちょっと変かもしれないですけど、ビジョンを見たと、夢と言ってもいいですね、夢見た。その夢によると、ここが、見えると首里城というのがあって、首里城に500名の女性たちを集めてどうも祈ってるっていう絵を見たらしいんですね、で、彼とも僕初対面ですよ、2日前、初対面の人にその話をされて、で、どんな人かもわからないから、どう信じていいのかわからないけど、僕も直感がある程度優れてるんで、これは本当に何かのエネルギーでもって動いてるなってことは分かったと、でもその人物が何者かもわからないから、次の次の日にその人がどうもコラボ講演会を、那覇でやる、ちょっと行ってみようかってことでね、嫁と一緒に僕来てかかず先生に会った、するとその講演会でかかず先生が話していることが、その宗四郎さんが夢で見たこのビジョンと全く符合してたんで、歴史っていうのはちゃんとあって、その歴史の流れのエネルギーをもとに話している方なんだなって、そこで納得したんですよ。なるほど、不思議ですね。不思議なんですよ、例えば宗四郎さんが女性たちが祈るって言ったんですけども、ここで2ヶ月前かかず先生の講演を聞いたら、琉球の王国はまずものすごい儲かってたと。そうですね、東アジアでも割とこう、なんていうんですかね、もう長通っていうか、ヨーロッパまでも琉球国っていうのを知れ渡ってましたけども、加賀先生の講演で聞いて初めて知ったんですけど、レキオと呼ばれていた。そうですね、レキオグランデですね、琉球みたいな感じですね、わかんないですけど、それが名前って、レキオ、琉球がレキオですね、レキオっていう名前がもうヨーロッパにまで届くぐらい繁栄してる国だったと、この琉球という国は、儲けすぎっていうのは儲けてた。そうですね、ちっちゃい国なんですけども、ものすごく儲かってても、はっきり言うともう14世紀、16世紀頭まではもう琉球が動かないとアジアの、なんていうんですかね、交易が成り立たないというか、琉球が貿易センターみたいになってますね、アジアの、相当重要なポジションに僕たちは琉球という国はあって、そうですね、で、僕がびっくりしたのは、その琉球の繁栄を支えたのはどうも女性たちじゃないかと。そうですね、やっぱり危険を伴いますので、それをどうやって回避するかなんですけど、それは当時でいうと、祈りですよね、祈ることがその神に祈って神のご加護を願うということを担当するのが女性でした。女性たちの祈りのもとで、じゃあ男たちは海も渡ったし、そういうことです、内乱って国内的な話すると、ちょっと戦いもしたりとかも、全部女性の、そういうことです、そこに加賀先生の世事っていう力を、そうなんですよね、ちょっと不思議な力なんですけど、その世事というものを使って、スターウォーズでいうとフォースみたいな感じで、スターウォーズでいうとフォース、それがでも加賀先生もちゃんと史実歴史書にあると、世事という、フォースって書いてないんですけど、ね、もちろんみんな分かってますよ、それは、フォースとは書いてないけど、フォースは加賀先生の解釈だけども、歴史書にちゃんと世事という言葉が出てきて、それは女性たちしか使えないかなんか。そうですね、で、こう政治を集めてこう身を守る、プロテクトするようにこのパワーをつけてあげるとか、政治をごめんなさい、集めて、女性が集めて、要するに航海に出る、旦那さんとかにこうプロテクトする、政治付けをしたり、政治付けって言うんですよ、これ、フォースをつけること、政治付け、政治付けをしたり、あるいはですね、自身の髪の毛を切って、そこに世事を乗せて、髪の毛に世事を乗せて、で、世事が乗りやすいわけですよ、髪の毛は。髪の毛は世事が乗りやすい、なので、船旅をする人とか、船役、あるいは沖縄の海民中とかもそうですけど、姉とか妹とか、その世事をつけてもらった髪の毛を持ち歩くんですよ、これ、加賀先生に会った後に知ったんですけど、これ、おなり信仰っていうんですか、これおなり神信仰、おなり神信仰、
女性のことを、はい、まあ姉妹のことをおなりと言いますけども、あ、姉妹のことをおなりって言うんですか。で、おなり その祈ってくれる政治、はい、あるいはつけてくれた政治で身を守る。あ、要するに家族、身近な女性たちの祈りを自分で髪を切ってそれに乗せて、はい、持たせるということをやってましたね、うん。まあ、これがその国家祭祀としてまたわーっとこう活用されていくというかね。これが国の行事として、祭祀として、行政として、あるものとして、だから実在するものとして、はい、目に見えないんだけどあるものとして、はい、国家祭祀としてはやってます、ね、琉球は。あ、政治って僕たち今目では見えないけども、うん、もう琉球としてはこれがちゃんともうあるものと、あるものとして、要するになんかこう奇妙奇烈なものじゃなくて、そういうことです。フォースとかそういう映画とかじゃなくて、政治なんて当たり前にあるんだと、琉球国家にとっては。そうですね。実際の首里城に行きますと、はい、京の内って場所があるんですけど、はい、これ京都の京に内外の内という字を当ててますが、はい、本来はこれ慶応の内って言葉なんですけど、慶応っては木ですね、はい、で内っていうのは満ちてるってことになるんで、はい、木で満ちた場所ってなるんですよ。じゃあこの木って何かっていうと政治です。政治ってじゃあここら辺にいっぱいあるものなんですか。ありますね。見えないですけど、この世辞を集められるのは女性だけが、女性で、特にその世辞をよく使える人のことを世辞高い人というふうに、ね、沖縄であの沢高生まれってよく言うんですけど、それでそうですね、僕の嫁も言われるし、僕の娘も、僕も今沢高って言われることなんですけど、あ、もうおっしゃる、そうです、そういう沢高っていうのは本来は世辞をよく使える人って意味で世辞高い人、世辞高さん、それが名前って沢高なんです、ね、世辞高さん、沢高さん、沢高生まれ、はいはい、要するにこれを集めれる人、うまく使える人、集めてうまく使える人のことを、指示高さん、指示高生まれ、指示高生まれ、沢高生まれ、はい、政治、はい、僕あの初めて、ここで見たときに政治っていう言葉を聞いて、うん、僕あの言葉の語感とかその音の背後のエネルギーが読めるというか分かって、はい、僕が思ったのはこの政治っていうのは結局のところ、うん、願いって僕の中で、うん、願ってる人って一番信じてない人だと思うんですよ。例えば、うん、どうにか幸せになれますようにって言ってる人は幸せじゃないって信じてるから願ってる。あ、なるほど、はい、一番疑ってる人は願うんですね。で、本当の祈りっていうのはもうすでにそうであるって確信しつつ、うん、それがもうここにあるってもちゃんと分かってる人のことを僕は祈りだと思うんですけども、うん、幸せになりたい人は幸せになれないんですよ、はい、幸せじゃないと思ってるんだから。なるほど。この人が幸せだと思った時に幸せだと現実は見えるものであって、うん、だから僕はこの世辞っていうものを聞いた時に、うん、もうあるものをちゃんと信じてちゃんと祈ってるようなこの念というか、言葉にちょっとできないけども、うんうんうん、そういう祈り的なものを僕はバーって降りてきたんですね。なるほど。だからこの世辞を使うっていう、この11月にそういう講演をするんですけども、うんうん、今日でも下で今加賀津先生と僕はずっと打ち合わせして、うん、今日のこの講演会の打ち合わせをしようと思ったらもうずっと僕の先祖のあの金丸の話になってずっと金丸さんの話をして、金丸の真似もすごい興味深かったんですけども、まあ、多分皆さんそんなには興味ないはず。あ、そうですか。講演会では楽しかったですけどね。僕はもうびっくりしました、金丸がまさかっていう、この世辞の話もあって、うんうん、でやる日があのこの宗四郎さんが下ろしたビジョンによると、はい、どうも、当時の日が、あ、これ違いだ、僕が言ったんだよ、宗四郎さんで初めて会った時に、うん、500名の女性で祈るっていう言葉を聞いた瞬間に、うん、それ当時だよって僕口から勝手にもう出てしまっていて、はい、で何度も言ってたんですよ、僕その時当時に実はあのすごい収益性が高いイベントをもう計画してたんですよ。あ、そうなんですか。なので僕の利益がぶっ飛ぶと思って、できる限りこの宗四郎さんには関わらないと僕はしてたんですけど、なるほど。でも話していくうちに彼のすごい純粋なエネルギーに巻き込まれていって僕もやるってなったんですけども、でその次の次の日にお会いして、はい、するとその講演の中で宗四郎さんはですね、久高、セーファー、首里城に流れたエネルギーを返さないといけないんだっていうビジョンを得た、うん、フィリピンの上銀島の人ですよ琉球人とか何の関係もないですよ。そうです。そういうのを受け取った人がいて、で僕が勝手に当時だって言ったら、うん、講演の中で当時はその流れが本当にある、そういうことですね、もう国家祭祀としてやってた行事でありますね、はい、当時の日にはじゃあ首里城でノルたちがちゃんと祈りというか、祈りもやりますし、まあ王が中心になりますけどね、当時の日は、当時の首里城では、うん、はい、当時の日の首里城は王が中心になってやった、王が手だですもんね、太陽ですから。あ、龍騎って王が手だ、手だなんですね。手だです、太陽ですね、太陽信仰なんで。だけど王にこうメッセージとかを下ろすのは聞こえ王君っていう役職がノロさんがいて、それは要するに女性がしかやっぱりやれないですよね。なれないです。そうなるとやっぱり女性が男を動かして、うん、で王様が国にエネルギーを、まあそうですね、そういう表舞台はあの男性がやってるように見えますが、うん、そのプレイヤーとしてやってますが、全部プロデュースは全部女性だ、プロデューサーは全部女性だと、そんな感じです。なんか太陽、
冬至の日の太陽がちょうどパカッと当てはまるっていうのはあれは、うん、はい、冬至の日に上がる太陽は、うん、まあ、琉球でいうと特別な太陽でして、はい、それは何かというとサイクルでいうと一番弱いじゃないですか。はい、でもこれ裏を返すと、まあ、陰天地で陽となるわけですよ、うん、一番弱まった太陽は翌日、まあ、弱い、この一番弱いイコール一番最初に生まれた太陽です、うん、そこからはもうこれしかない、これしかない、右肩上がりで、これ世界的にもまあ有名な話で、はい、世界中で冬至の信仰があるのは何でかっていうと、うん、太陽の復活祭っていって、うん、ここから太陽が強まっていくんだと、うん、でなのでイエス・キリストが生まれたのも実は冬至だから24日にしてるんじゃないかって話だとか、うん、1年っていうのがなぜ12月で始まるかっていうのは誰かが適当に決めたんだけど、やっぱ冬至じゃないかとか、はいはい、当時の人たちが、原始人たちが、うん、ここから太陽は右肩上がりだって感じたのが冬至点、うんうん、実際の物理現象ですか、天体的な、はいはい、こういう地軸のここから行くんだっていう瞬間で沖縄もやっぱりそういう、そうですね、でその冬至の日の太陽というのは生まれ変わった最初の太陽ですから、最初の太陽、はい、沖縄では若手だと言いますけど、知らなかった、若手だは若手だがその登ってくる東っていうのがまさにその久高島から登れに見えるわけですよ、首里城から見ると。あ、なるほど、首里城から、そうですね、はい、久高の後ろからじゃ後ろから出てくるように見える、はい、だから、はい、久高から生まれるようにも見えるわけなんですけど、その生まれてきた光がですね、その、はい、要はその西側を照らすわけですけど、はい、この光がその久高、セーファー、岳、首里城を結ぶ光なんです。わあ、すごい。じゃあ本当に宗四郎さんが言ってたこの久高島からセーファー岳を通って首里城に来ているエネルギーが入ってないというのは、本当にこのエネルギーのことを言ってたんですね。不思議なんですけど、そういうこと。あの人何なんですかね。フィリピンにいるはずなのに沖縄のことすごいですね。実際当時の日はこれが結ばれる日であると。そういうことです。でまあ、僕もまあ何となく言っちゃった500人で、まあ、首里城で祈るってことなんですけど、僕がこの宗四郎さんの話を最初に聞いた時に、はい、天からこうエネルギーが降りてきてると、うん、首里城を、はい、あ、ごめんなさい、久高島に降りてきて、はい、久高島の次にセーファー御嶽を通って、実はセーファー御嶽と首里城の間にあの弁賀岳っていう、実は、はいはい、僕はここも重要で、ここはあの野呂の最高神の、 あの弁天与物姫さんっていう弁天様がいるんですけど、はい、まあ、そこも通って首里城に来る、はい、なんかエネルギーがこう来て、そのエネルギーを最初にノロがキャッチして王様に下ろしますと、うん、はい、エネルギーが今言葉になって、うん、すると王様はそれを行政という形で、うん、そうですね、施政していく、はい、あのなんて施政って分かりますかね、政治をこう施す、はいはい、すると国民にこう流れていく、うんうん、で首里城からのマダマの道っていう道がありますね、はい、そのマダマの道っていうのは首里城からこのエネルギーが結局人民たち、国民たちに流れていく道のことなんですよ、うんうん、なるほど。史実上は多分石畳とかがマダマの道です。そうですね、はい、でマダン橋もマダマの道ですよね、ええ、1本しかないことになってるんですよ。1本分かんなくて、ええ、マダマの道は1本です。1本ですね、ええ、でもなんかこう上地さんたちの話を聞くと、ええ、首里城からマダマの道っていうのはあの1本じゃなくていっぱいあるんですって、本当、ええ、エネルギー的な話なんですよね。いっぱいの結局もう一回言いますけど、ティダっていう一番僕たちの生命エネルギーがある太陽、うん、ティダが上がって久高島を通ってセーファー御嶽弁天に来て首里城に来て、はいはい、それを聞こえ大君さんが声として聞いて、うん、王様がそれを行政として国民たちに言って世界に、うん、で僕の中でですけども、うん、琉球っていうのは結局あのそこからの流れの元な理由が黒潮の元なわけですよ。琉球から結局向こうに流れていく、大和に流れていく。なるほど。だから琉球で起こったことで結局あっちに広がっていくんですよね。だからまあ世界に戻っていく、まあ、とにかくこう上がってきたエネルギーを僕たちはこうやって受けたけども、それが返ってないよってこの宗四郎さんって方が僕言った時に、ああこれもう直感ですぐ分かったんだけど、この返しててない祈りっていうのは何かっていうと、エネルギーは何かっていうと感謝だってもうすぐ分かったんですね。要するにこの世界にあるものって全て天の恵みからできている、はい、例えばもちろん木は太陽の恵みでできている、僕たちの肉体アミノ酸も太陽の恵みでできている。でちょっと失礼ですけど、これが例えばあのポリエステルっていう石油だとしても、それは太陽の恵みだ。そうですね。全て天の恩恵を、お前たちは天のエネルギーをこうやって受けてるのに、返すエネルギーっていうこの作用に対しての反作用はやっぱ感謝しかないと思うんですよ。ああありがたいなと、この肉体を持ててるのは太陽のおかげだと、ああありがたいなっていう、このありがたいっていう気持ちはやっぱ太陽に返してないっていうのは僕はもう直感で分かったんで、ああ宗四郎さん分かりましたと、こうやって久高からこう来ている世界に向けて流れてエネルギーが淀んでいるとしたら、人間たちが今のこの現状に対してまあブーブー不満も言うし、うんうん、争いも起こるでしょう、うん、でも本当にありがたいってことを探せばいっぱい見つかりますから、はいはい、何よりも全てが天の恵みですから。そうですね、本当すごいです、これ全部
天の恵みですよ、うんうん、あのメイドイン10以外のものないわけですから、この世界に本当にないんですよ、石油も含め。それに対して僕たちがエネルギーを返せるとしたら、僕はもう祈り、本当にありがたい、うん、ありがたいなっていう祈りだと思っていて、うん、それがまあ当時の日にやっぱり首里城で女性たちが真摯な気持ちで祈ると、うん、それに人をやっぱりいっぱい集めたいと思って、うん、今度東京でご一緒していただくというのが急だったんですけど、そこではあの今言った高津先生は史実に基づいて、実際もう僕とか、まあ、総称さんちょっと分かんないですけど、あの直感でもうバンバン適当に話してるだけであって 何かこう本とかを読んでるわけじゃないんですよ、でもそれがこうちゃんとあの本とかを読んだ方と符合したってことがとっても嬉しくて、あの日を、ね、そう考えたらなんかここで、しかも皆さんやっぱり適当にふわっていう言葉よりもちゃんと歴史であるんだよっていうと、やっぱなんかこう、あ、そうなんだってなるじゃないですか、世辞って何？世辞ってちゃんとあるんだよと、うん、国としてこの世辞っていうものを認めていたんだよ、そうですね、目でも見えないはずの世辞をこの琉球王国は認めていたんだよ、はい、だからこの琉球っていう国、僕がもう琉球人なばっかりにこれだけは特別ってやっぱ言いたくないんですよ、はいはい、それって先民思想になるから、うん、でも僕が例えば岐阜県とかに生まれてたら、うん、琉球ってすごいんだよってブログにめっちゃ書いたと思うんですよ、はい、でも琉球人であるがゆえに恥ずかしくて書けないことがあって、うん、でも実際に琉球ってやっぱりそういうエネルギーの流れ的に見ても、うん、もう元になるのはもう間違いない、黒潮に乗ってジェット気流もここから行って、うん、で日本からこういうふうに北米側に回っていく気流があるんで、はい、あ、その元だなと思った時に、うん、ありがとうを返せるそういう会になればなと思うんですよ、なんかベラベラ僕が話しちゃいましたけど、いえいえ、やっぱり歴史っていうのはそこで大事なんですよ、やっぱり不思議ですよね、なんかやっぱり歴史もね、もともとこうね、人が生きてきたものが積み重なったものですからね、統計的なものですからね、そうそうですからね、それはもう、大きなものとつながっていく、そうですよね、不思議な、当たり前な、そうです、当たり前といえば当たり前、不思議といえば不思議だけども、まずある意味それもありがたいみたいなね、思いになりますね、皆さんとこの日はとても楽しい11月14日話が、加賀先生当時の日はちょっと来れないというか、そうですね、ちょっと用があって、なので加賀先生の話が来たのはちょっと東京で、はい、このちゃんと史実に基づいて一体世辞をどうやって女性たちがこう使ったのかだとか、あ、そう、また、先ほど聞いたあの文句を返すユタさんの僕が話したらそれも史実にちゃんとあったっていう、まああの沖縄に残された秘伝みたいな白魔術、黒魔術ってさっき言ってましたもんね、ご自身の口で、黒の方も黒の方もある、沖縄にはじゃあそういった楽しい話を聞きに、ぜひ皆さんお越しください、はい、じゃあ川勝先生でした、ありがとうございました、ありがとうございました。